33歳サラリーマンです。私の知人に工藤新一という高校生でありながらも大変優秀な官探偵がいます。しかし、あるトラブルに巻き込まれ、現在は小学生と身分を偽り、生活を送っています。どんな殺人事件も必ず犯人を突き止め、サッカーを生かした戦闘スキルもとり、天才発明家をその際につけている彼が、もし彼にトラ,仮にトラブルズに巻き込まれず、探偵として職員についていたら、年収いくら稼いでたと予想できますでしょうかえっと、多分彼の場合は年収1000万超えることはないですね。あのー、 ですよで彼のやってる探偵業って更にその事件解決系なんですよね要はその、まあ、彼の周りに人死に過ぎ問題っていうのがあるんですけどでなんか彼の行き先でガンガン人が死ぬんですけどでその犯人を突き止めたうん突き止めましたと犯人捕まりましたと。で誰が工藤慎一さんにお金払うんですかって話なんですよ。 その刑事事件を解決しした時にお金って発生しないんですよ世の中に探偵さんっていっぱいいるんですけどじゃあ探偵さんって何をして食ってるかっていうと基本的に浮気の調査なんですよ。その浮気してるって思ってる人を調査して浮気の証拠を持ってってでそこで離婚して慰謝料をもらってその慰謝料の中から払うとかなので,でその今までその工藤慎一さんが浮気の調査をしてるっていうシーンないと思うんですよね。 なので多分彼浮気の調査に関してのスキルはだいぶ低いと思うんですよ。そなんかあのものすごい速さでサッカーボールを蹴るとかって浮気調査にマジ意味ないスキルででなんか人を眠らせて腹話術で喋れるとかのなんか面白機会とかって浮気調査に何の役にもさまないんですよね。なのでその探偵業で金を稼ごうとすると残念ながら工藤さん超無能だと思うんですよ。なのであの探偵じゃなくて普通に警察官になった方がいいと思うんですよね。 警察官になればその事件を解決するとまあ,あのずっと給料もらい続けられるじゃないですかなので探偵業をやめた方がいいんじゃねって思うんですけど皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげわでしたバイバイ